ということで始まりました、密着町暮らしのコーナー。今回のリポーターは SNS を中心に話題沸騰中の私たち、モーモージャンプがお送りします。それじゃあコーナーの説明をするね。このコーナーは地域の人たちの生活に密着してその暮らしを見ていこうっていうものなんだよね。ええ、それで今回は小学校の特別課外授業に密着ってわけ。でも特別課外授業って何をするのかしら。みんな覚えてるかな。その通り、どっちも正解よ。みんなちゃんと覚えていて偉いわね。そう、今日は農家の方々の協力のもと野菜を収穫するっていう授業なんだ。それに収穫した野菜を使ってカレー作りもするんだよね。自分の手で食べ物を収穫して実際に調理して食べる、とっても素敵な授業だと思うわ。それじゃあ早速やっていくわよ。みんなで頑張って美味しい野菜を収穫しましょう。お疲れ様でした。いえ、私たちも感謝してます。元気な子たちばかりでとっても楽しく収録できましたから。あ、はい、ありがとうございます。すみません、お気遣いありがとうございます。移動になっちゃったけど、どうにか夜までには家に着けそうね。モアモアジャンプで地方ロケをするなんて初めてだったから、いろいろ不安もあったけど、無事に終わって安心したわ。うん、次の仕事にもつながりそうだったし、リポーターの仕事引き受けてよかったね。そうだよね。それに小学生のみんなと野菜の収穫したりカレー作りしたり、すごく楽しかったな。みのりってば人参引っこ抜こうとして尻餅ついてたわよね。あ、確かそこしっかりカメラに抜かれてたよ。え、そうなの？恥ずかしいよ。まあ番組的に美味しかったって思いなさいよ。そうだね、ラッキーだったよね。子供たちもみんな元気で、私たちまで元気をもらっちゃったわね。今日は本当にいい収録ができたんじゃないかしら。うん、そうだね。けど、まだまだ他にもいっぱいお仕事の依頼もらってるし、これからももっともっともっと頑張らなくちゃね。そうね、雑誌のインタビューやラジオ番組、それに案件配信の依頼と、あとは今日みたいなテレビ収録の仕事も他に何件か来てたわよ。あ、そうだったわね。なんだか夢みたいだな。こ
こんなにいっぱいお仕事が来るなんて。ワンマンの後から仕事の依頼は増えたけど、最近は特にテレビの仕事も増えてきた印象があるね。アイハザの影響が大きかったんでしょうね。なんていうか、だんだん私たちのことがこの業界に認知されてきたって感じがするわ。たくさんの人が私たちのことを知ってお仕事をお願いしたいって思ってくれているのはすごく嬉しいわね。ちょっと、これは雫のおかげでもあるんだからもっと誇っていいのよ。アイハザの時、あんたがバシッと決めたのがみんなの心に響いたってことなんだから。そうだよ。 SNS でもしずくちゃんが話してたシーンについてのコメントたくさんあったもん。そうだったのね。あの時はとても緊張したけど、でも私の思いがちゃんと伝わってるっていうのは嬉しいわ。これからもみんなにたくさん希望を届けられるように頑張らなくちゃ。みのり大丈夫？朝早くから動いてたし疲れちゃったのね。着いたら起こすからそれまで眠ってなさい。本当？ありがとう、愛理ちゃん。はるかとしずくはどうする？二人も眠って大丈夫よ。じゃあ、私もお言葉に甘えちゃおうかしら。私は大丈夫。ちょっとやっておきたいことがあるから。やっておきたいこと？うん。明日、歴史の小テストがあって、ちょっと勉強しておきたかったんだ。あ、それ私もある！どうしよう、すっかり忘れてたよ。全然勉強してないし、やらなくちゃ。私、やっぱり起きて勉強する。はるかちゃん、教科書見せて。あら、それじゃあ私も起きてようかしら。無理しなくていいのよ。あんたはテストがあるわけじゃないんだから。そうだけど、でもみんな頑張ってるんだもの。私も何かしたいわ。そうだ、お仕事のことで何かやっておくことはないかしら。そうね。じゃあ DM かメールの確認をやってもらおうかしら。たくさんあって一人じゃ見切れないから。しずくには DM の方をお願いするわね。操作のやり方覚えてる？ここをタップすると次のメッセージに行くんだけど。多分大丈夫だと思うわ。任せて、愛理ちゃん。ちょっと心配だけど、まあお願いね。わからなくなったらすぐ聞いてくれればいいから。頑張るわ。さてと、メールは、あら、朝に見た時よりも何件か増えてるわね。これはラジオ番組のゲストね。出番はちょっとだけど、曲も流してくれるみたい。私たちの曲がたくさんの人に聴いてもらえるチャンスになるわね。あ、けどこの打ち合わせの希望日、平日の昼間になってるじゃない。日中だと学校があるから難しいわね。日程の調整が効くかどうか連絡してみるのもいいかも。こうやってたくさんお仕事の依頼がもらえるのは嬉しいし、できるだけ引き受けていきたいけど、現実的に考えたら配信や練習、学校だってあるんだから、全部を引き受けるのは難しいわよね。はぁ、どうにかできないかしら。とにかくスケジュールもう一度見直して考えてみましょうか。
いろいろスケジュールの調整をやってみたけど、やっぱりどうやってもこれ以上の仕事を引き受けるのは難しいわよね。申し訳ないけど、何件か断らないと。あら？新着メール？ああ、昨日のラジオ番組の件ね。打ち合わせの日付を変えてほしいってお願いしたんだけど、どうだったかしら。日程変更は難しいか。向こうのプロデューサーも忙しいみたいね。曲の宣伝もできるいい機会だと思ったけど、仕方ないわね。申し訳ないけど、断りのメール書いちゃいましょうか。あ、でも私と雫だけならいけないこともないかも。遥かやみのりと違って私たちは単位制だし、昼間に学校を抜けるのは問題ないわ。でもいいのかしら。モアモアジャンプの活動はいつも4人揃ってやってきたのに、別に必ず4人で行動しなきゃいけないとかそういう取り決めがあるわけじゃないんだけど、そのおかげで全員が責任感を持って仕事に取り組めてた気がするわ。だけど仕事が増えてくるとそうもいかなくなってくるわね。これからもっとたくさん仕事を受けていこうって思うなら、誰かだけでも行った方がいいって時も増える気がする。そうなるとやっぱり単位制のメリットを活用した方がいいんでしょうね。でもこれは私だけで決められることじゃないわね。みんなに相談しないと。もしもし、雫？夜中にごめんね。今ちょっといいかしら。二人ともお待たせ。悪いわね、お昼に呼び出したりして。それは大丈夫だけど、どうしたの？話したいことがあるって言ってたけど。ええ、どこから話そうかしら。雫にはもう話したんだけど、実は昨日家で今後のスケジュールの見直しとか調整をやってたの。スケジュールの調整？ええ、ほら私たちありがたいことに最近いろいろなところから仕事をもらってるでしょ。でも使える時間は限られてるから断らなくちゃいけないものも増えてきてて、それで少しでも多くの仕事を引き受けるためにはどうしたらいいかって思って考えてたのよ。愛理ちゃん、そんなことしてくれてたんだ。そんな大したことじゃないわよ。それで昨日雫と話して考えてきたことがあるんだけど、これ見てもらえる？これってスケジュール表？あれ？でもこれって平日の昼間にもお仕事が入ってる？けど愛理と雫だけだね。ええ、私と雫は単位制でしょ。だからそれを活かしたスケジュールを組んでみたのよ。うん、これなら今までよりたくさんお仕事ができるけど、でも。確かに4人全員じゃなくても受けられる仕事は受けていった方がいいと思う。ただ私たち全員で出てくれることを楽しみにしてる人もいると思うから、どんな仕事を受けるのかは慎重に考えたいな。そうね。だからこれはあくまで提案よ。これから少しでも多くの仕事を引き受けていくためにどうしたらいいのかっていうことへの一つのやり方。というわけで、みんなはどうかしら。愛理自身はどう考えてるの？そうね、
私たちの目標を叶えるために少しでも多くの仕事をこなすことは必要だって思う。そのために私と雫は単位制のメリットを生かしていくべきだと思うわ。そっか。うん、そうだね。私も賛成かな。でも愛理と雫には負担をかけることになるから、それは気がかりだな。そうだよね。私たちが学校に行ってる時に二人にだけお仕事してもらっちゃって本当にいいのかな。そんなの気にしないで。これは私たち全員のためなんだから。っていうか、学校に行ってるからって何もしなくていいわけじゃないわよ。え？学校にいる間だってできることはいくらでもあるでしょ。例えば配信の企画なら休み時間やお昼休みにでも考えられるし、このスケジュールで動くならそういう感じで二人にお願いする部分も出てくると思うから、その時はよろしくね。わかった。そうだね。私たちは私たちにできることをしよう。ええ、頼りにしてるわよ。それじゃあこのやり方でスケジュールを立てていくわね。今までよりもお仕事の量は増えるし、これから毎日忙しくなっていくと思うけど、頑張りましょうね、みんな。この後は数学の授業だけど、午後からラジオ収録の打ち合わせがあるのよね。そろそろ支度しないと。こうして昼間に学校を抜けるのも久しぶりね。なんだか昔に戻った気分だわ。一度アイドルを辞める前はいつも学校と現場を行き来して、友達と遊ぶ時間も取れなくて。ごめんね、今日はちょっと。変なこと思い出しちゃったわね。それより雫は、雫、そろそろ移動だけど準備できてる？うん、大丈夫だよ。よかった。今日は私たち二人だけだから、いつもより気を引き締めてね。収録の流れとか、後でみのりとはるかにもちゃんと説明できるように、しっかり話を聞いておくのよ。大丈夫。ちゃんとメモを取るから任せて。頼もしいわね。でも、みのりちゃんとはるかちゃんがいないのは、やっぱり少し寂しいね。今までは4人一緒のことが多かったから。まあ確かにね。でもみのりたちもできることをやるって言ってくれたし、私たちも負けないように頑張らなきゃ。うん、そうだね。それでは失礼します。ふう、そろそろ4時か。愛理と雫はもう打ち合わせも終わって学校に戻ってきてるところかな。打ち合わせどうだったかな。向こうのスタッフさんいい人たちだといいけど、やっぱり直接会って初めてわかることもあるから、私も会っておけばって。ダメだな。ついつい自分も行けたらって考えちゃう。今は愛理たちに任せよう。二
人なら、私が不安や疑問を感じるようなことはちゃんと確かめてきてくれるはずだから。でも、もし私も昔みたいに単位制のままだったら、もっと受けられる仕事の量も増えるはず。メッセージ。みのりから？企画の内容を詰めるのを手伝ってほしいか。そっか、愛理に言われたこと頑張ってるんだ。とりあえず今は私もできることをしないとね。こんなところかな。盛り上がりそうだね。みんなのカバンの中身大公開の企画。本当？よかった。単に私がみんなのカバンの中を知りたかったから考えただけだったんだけど。そうやってファンのみんなと同じ目線で考えられるのがみのりのいいところだと思うよ。そうかな。はるかちゃんも一緒に考えてくれてありがとう。どういたしまして。企画早いうちにまとまってよかったね。うん、じゃあ次は。ああもうお腹減ったの？ああ実はお昼食べてなくて、企画考えながら食べようと思ってたんだけど、いつの間にか考えるのに夢中になっちゃって。頑張るのはいいけど気をつけないとダメだよ。アイドルは体が資本なんだから、ちゃんと食事は取らないと。そうだよね。でもそのなんだか落ち着かなくて。落ち着かない？うん、授業中とかつい考えちゃうんだ。しずくちゃんとアイリちゃんは今頃お仕事してるのかなって。そしたら私は何もしてないなって思っちゃって、だから二人の分ももっと頑張らなくちゃって思ったんだ。みのり、アイリちゃんが言ってたことも分かってるよ。学校にいても私たちにできることはあるって。でもやっぱりどうしても気になっちゃって。うん。ねえはるかちゃん、はるかちゃんって前は単位制だったよね。単位制のクラスってどんな感じなの？そうだね、今私たちが通ってる普通科クラスとはいろいろ違う点はあると思うけど、一番大きく違うのは授業の参加が強制じゃないってことかな。もちろんある程度は出席してないと単位はもらえないし、テストだってクリアする必要はあるよ。でも授業に出る頻度とかは調節ができるし、そのおかげで平日の昼間にも仕事ができるんだ。もしかしてみのり、単位制に行くことちょっと考えてたりしてる？え、どうなんだろう、まだはっきりとは言えないけど、でも愛理ちゃんたちを見てると私ももっと力になりたいなって。そっか、確かにそうだね。愛理としずくだけじゃなくて、私たちも単位制だったらモアモアジャンプの活動をもっと増やせると思う。うん、そうだよね。でもさっきも言ったけど勉強は大変になるよ。あとそれだけじゃなくて、単位制に行ったらきっと今とは全然違った生活になると思う。全然違う生活？うん、今みたいに
毎日学校に通えるわけじゃなくなって、学校の友達と過ごす時間も減っちゃうと思う。仕方ないことだけど、でもそういうのってやっぱり寂しいから。あ、もしかしてはるかちゃんもそういうことがあったの？そうだね。昔から仕事のせいで学校の行事に参加できないことが多かったし、そのこともあってクラスの子たちとはどうしても距離を感じちゃうことは多かったかな。一度仲良くなってもいつも一緒にいられないから、結局よそよそしくなっちゃったこともよくあったよ。そうなんだ。もちろん実りまで必ずそうなるって言いたいわけじゃないよ。ただそういうこともあるかもしれないってこと知っておいてほしいなって思ったんだ。ごめんね、なんだか偉そうなことを言っちゃって。ううん、はるかちゃんが謝ることじゃないよ。でもそうだよね、どうするにしてもちゃんと考えなきゃだよね。ありがとう、はるかちゃん。単位制か、まだわからないって言ってたけど、みのりも真剣に考えてるんだろうな。みのりがどうするかはみのり自身が答えを出すしかないと思うけど。私が単位制に戻ればもっとアイドルとしての活動が増やせるのは間違いない。だったらやっぱり。いつもよりちょっと早いけど、みんなもう屋上に集まってるかしら。ん、あら？しほちゃんと小羽根ちゃん、それにみのりも。そういえば同じクラスだったわね。バイバイ、みのりちゃん。今度一緒に新しくできたカフェ行こうね。うん、しほちゃんも一緒だよ。はいはい、わかってるって。今さら約束破ったりしないよ。じゃあまたね。うん、バイバイ、千穂ちゃん、小羽ちゃん。仲いいのね。あら、どうしたのかしら、急に思い詰めた顔しちゃって。みのり？あ、あいりちゃん？練習行くんでしょ？一緒に屋上まで行きましょう。あ、うん。そういえば、さっきはどうかしたの？何か考え込んでるみたいに見えたけど。あ、ちょっと気になってることがあって。気になってること？うん、そうだ、もしよかったら愛理ちゃんも聞いてくれないかな。あら、いいわよ、何かしら。ありがとう。実はね、単位制。うん、そうだったのね。確かにそう考えるわよね。みのりだって真剣にトップアイドルを目指してるんだから、単位制にいた方がモアマージャンプとしての活動が増やせるのは間違いないわ。でもそれは。はるかちゃんに言われたんだ、単位制に行ったら今とはずっと違った生活になるからちゃんと考えた方がいいって。友達とも距離ができちゃうかもしれないって。そうね、
私もはるかの言うことは間違いないと思うわ。それでみのりはそれを聞いてどう思ったの？それはその、私もはるかちゃんが言ってたみたいに単位制に行くことはすごくいいことだって思うんだ。お仕事だってもっとたくさんできるし。だけど私まだはるかちゃんが言ってくれたことをちゃんと考えられてないんだと思う。どういうこと？私はみんなみたいに昔からアイドルをやってたわけじゃないでしょ。私の周りにはずっと普通にクラスの友達がいて、私がアイドルになりたいって言ったらみんな応援してくれてたし。アイドルになりたい？すごいね、頑張って、私応援するよ。モーマージャンプを結成してからもリアルイベントやワンマンで忙しくてクラスの子と話す機会が少なくなっちゃうことはあったけど、でもみのりちゃん、今日しおちゃんと一緒に3人でお昼ご飯食べない？ごめんね、今日はお昼にはるかちゃんたちと一緒に会議をしなくちゃいけなくて。あ、そっか、じゃあ仕方ないね。本当にごめんね、せっかく誘ってくれたのに。別に謝ることじゃないよ。みのりにとって大事なことならそっちを優先した方がいいと思う。うん、そうだね。みのりちゃん、ワンマンライブ応援してるよ、頑張ってね。小羽ちゃん、しほちゃん、ありがとう。ずっと変わらずに私のそばにいてくれてたんだ。でもはるかちゃんが言ってたみたいに単位制になったらそういう友達とも距離ができちゃうかもしれないんだよね。私その辛さとか苦しさをちゃんと想像できてない気がして、だからもっとちゃんと考えたいなって思ってるんだ。そうだったのね。みのりは自分が失うかもしれないものに対してすごく真剣に向き合っていこうとしてる。それは絶対に必要なことだって思う。今までの生活からすごく変わるし、何より。ねえ、愛理ちゃんはあった？単位制に行ってクラスの友達とだんだん距離ができちゃったりしたこと。それは、そうね、確かにそういうこともあったわね。そっか、やっぱりそうなんだね。はるかの言葉は正しいわ。単純にモーモアジャンプの活動のことを考えるなら単位制を選ぶのがいいことなのは間違いないけど、でも簡単に決めてしまったらきっと後悔する。だって、みのりにはしほちゃんや小羽ちゃんみたいに仲のいい友達がたくさんいるんだから。できればみのりには昔の私みたいな気持ちを味わわせたくはないけど。みのりはモーモアジャンプとしての活動を一番に考えて真剣に悩んでくれてる。何を選ぶのかはみのり自身だわ。話を聞いてくれてありがとう、愛理ちゃん。もう少し自分なりに考えてみるね。あ、ええ、また何かあったらいつでも聞いてね。うん。よし、
再来週のスケジュールはこんなところね。はぁ、だいぶ時間かかっちゃったわ。もう遅いし、そろそろ寝ないと。あ、その前に明日の予定だけ確認しておこうかしら。昼にまた打ち合わせね。忘れないように、朝になったら雫に伝えなきゃ。本当なら、打ち合わせだって、みんなで話を聞けるのが一番なのよね。だから、みのりが単位制に来てくれるのは、モアモアジャンプにとって、いいことなのは間違いないけど、それを決めるのはみのりで、私は口出しする権利なんてないわ。でも。ダメね。考えてたら頭が痛くなってきちゃったわ。いつも頼って申し訳ないけど、ミクたちに相談してみようかしら。ミクたちは、あら？こんな感じかな。スケジュールを作るときは、ちゃんと休憩の時間も大切にね。ありがとうございます、カイトさん。勉強になりました。どういたしまして。何かあったら、またいつでも聞いてね。はい。で、バラ？みんな、こんばんは。しずくもまさかこんな時間にこっちで会うなんてね。何か話してたみたいだったけど、邪魔しちゃったかしら。ううん、大丈夫よ。ちょうど相談も終わったところだったから。相談？しずくちゃんはカイトくんからスケジュールを作る時のコツを聞いてたんだよ。ほら、最近お仕事が忙しくなってきて、愛理ちゃんもスケジュールについて悩んでいたでしょ。それで私も力になりたいなって思って、カイトさんに話を聞いていたの。なるほど、そうだったのね。愛理ちゃんはどうしたの？何か用事があって来てくれたんだよね。実は私もみんなに相談に乗ってほしいことがあってきたの。雫にも関係のある話だし、一緒に聞いてもらってもいいかしら。もちろんよ。ありがとう。実はね。そう、みのりちゃん、単位制に行くか考えてたのね。みのりちゃん、ちゃんと答えが見つかるかな。みのりは真剣に考えてたし、どんなに時間がかかっても自分なりの答えを見つけ出すと思うわ。けど、アイリちゃんは何が気になっているのかな。その、私が言い出したからなんだけど、みのりの中に単位制の選択肢が出てきて、それって本当にいいことだったのかなって。愛理ちゃん、私が口出しすることじゃないって分かってるつもりなんだけど、でもどうしても気になっちゃって。確かに単位制に行けばもっとたくさんお仕事も受けられて、モアモアジャンプのみんなの活躍の機会が増えることも間違いないわね。でも、友達と趣味ができちゃうかもしれないんだよね。必ずみのりがそうなるってわけじゃないんだけど、ね。みのりには、しほちゃんやこはねちゃん、それに他にも、クラスに仲がいい友達がいるみたいだから、単位制に行って、そんな子たちと疎遠になって、
辛い思いをしちゃうんじゃないかって思ったら、なんだかモヤモヤしちゃって。そっか、余計なお世話かもしれないって分かってるんだけどね。ううん、友達と距離ができちゃうのはすごく悲しいことだし、愛理ちゃんが気にするのは分かるわ。ありがとう、メイコ。でも、どうしたらいいんだろう。アイドルと友達、どっちかを選ばなきゃいけないのかな。そんなの嫌だよ。アイドルも友達も、どっちも大切だし。そうね。どっちもなくさないで済めば、一番いいんだけど。ねえ、アイリちゃん。できればでいいんだけど、アイリちゃんが昔、友達と距離ができてしまった時の話を聞かせてくれないかな。アイリちゃんにとっては、辛い記憶を思い出させてしまうかもしれないけど、そこから何かヒントが見えるかもしれないから。そうね。あんまり面白くない話だけど、それでもよかったら聞いてもらえるかしら。今日は仕事もないし、久しぶりに学校でお昼が食べられるわね。せっかくだし、誰かと一緒に食べたいけど。しずくはいないか。確か今日は雑誌の撮影があるって言ってたものね。どうしようかしら。あ、そうだわ。A 組は、あゆみ、ちょうどよかった。探してたのよ。よかったら今日一緒にお昼食べない？ええ、今日は久しぶりに仕事も入ってないから。ええ、いいわよ。向こうが良ければだけど。中1の時だったかしら。隣の席だったのがきっかけで話すようになったのよね。別に今とそんなに変わんないわよ。アイドルのことはその頃から大好きだったし。あ、でも小さい頃はもっとおてんばだったわね。外で遊んだり男の子と喧嘩もしてたんだけど、アイドルを目指し始めてからはおてんばとは卒業して、おしゃれの勉強したりダンスや歌を練習してたわね。どうかしら、夢が叶ったっていうか、叶えるために奮闘中っていうか。そうだ、アイドルを目指してる時、あゆみには結構助けられたのよね。そうね、そっちからしたら大したことじゃなかったかもしれないけど、でもあゆみはね、私がアイドルを目指してるってことを笑わずに聞いてくれたの。あの言葉がなんだかすごく嬉しかったのよ。アイドルになりたいなんて言うとみんなに笑われることが多かったから、だから
応援してくれる人もちゃんといるんだってすごく励まされたの。そういえば、そんなこともあったわね。あゆみ。そうだったのね。面と向かって言われるとちょっと恥ずかしいけど、でも、ありがとう。嬉しいわ。ありがとう。私もみんなと友達になりたいわ。そうだ、せっかくだし愛梨って呼んでちょうだい。その方が早く仲良くなれると思うし。ええ、よろしくね。明日は午後からバラエティ番組の打ち合わせね。正直バラエティに出るのは思うところもあるけど、でも仕事はきっちりこなさないとね。あともうすぐテストだし、どこかで勉強もしないとね。時間作れるかしら。あら、あゆみからメッセージ？もしかしてお昼のお誘いかしら。そういえば最近仕事が忙しくて断ってばっかりだったわね。それなのにこうして何度も連絡くれて本当にありがたいわ。遠足？遠足、そういえばもうすぐだったわね。でもその日って確か、やっぱりもう収録の予定入っちゃってるわね。すごく楽しそうだけどごめんなさい、その日は収録が入ってていけないわ。返事、遅いわね。ええ、いつか必ずね。いつか、ね。そんな日、本当に来るのかしら。思ったよりも早く収録が終わったわね。この時間なら帰ってから勉強もできそうだわ。あ、そういえば今日って確か遠足の日だったわよね。あゆみたち、ちゃんと楽しんできたかしら。後でメッセージを送って。え、あれって、あゆみ、それが
予定よりも早く終わったから今帰るところなの。そっちは遠足の帰り？見せてちょうだい。楽しそうね。え？そうね。次は一緒に。いつか。ね、そんな日、本当に来るのかしら。今回も、期待させるようなことを言って、結局、断ることになったら。ごめん、ちょっと、ぼーっとしてたわ。フェニランのことよね。そうね、次は、一緒に行きましょう。違うの。別に気にしなくていいのよ。連絡くれるのは私も本当に嬉しいんだから。そんなこと。違うのに、全然迷惑とかそんなこと思ってないけど、そうよね、仕方ないのよね。みんなと遊ぶ時間よりも仕事を優先してきたのは私だし、歩みにああ言われるのも、これは私が選んだ道なんだから。でも、あの中にいられないことがこんなにも寂しいのね。そんなことがあったんだね。あゆみちゃんや他の友達のことはどうなっちゃったの？あの後も普通に友達の関係は続いたわ。廊下で会えば挨拶くらいはしたし、けどだんだん連絡も少なくなって、今はもうほとんど話さなくなっちゃったわね。そっか。そのことは仕方ないって思うわ。でもやっぱり今でも思い出すと悲しいの。愛理ちゃん。だからもしかしたらみのりも私みたいに
友達と距離ができちゃうんじゃないかって思って。あ、もちろんそんなことばかりじゃないっていうのは分かってるわ。私だって今でも仲良くしてる中学の友達はいるし、けどやっぱりどうしてもモヤモヤしちゃって。本当にそうなのかな？え？確かに、アイドルとしての仕事をたくさんこなしていたら、それだけ友達と過ごす時間は減ってしまうと思う。でも、だからって、その友達との間にできたつながりが、すべて途切れてしまうことはないんじゃないかな？そう、なのかしら。僕は、友達同士の間に生まれるつながりは、思いと同じだと思うんだ。思いと？うん。人と人とが関係を築くとき、そこには、必ずお互いに対する思いが生まれる。どんな思いなのかは、友達同士でも様々だと思うけど、例えば、お互いを思いやる、優しい気持ちとか、かな。そうやって一度生まれた思いは、良くも悪くも、なかなか消えないものだって思うんだ。みんなが持ってる思いと、同じでね。思いは、消えない。ふふ、二人にも覚えがあるよね。ええ。私たちの中には、ずっと残ってたわ。アイドルとしてみんなに希望を届けたいっていう思いが。そうね。一度は消えちゃったって思ってたのに。そうだろ？だから、きっと、友達とのつながりも同じなんじゃないかなって思うんだ。愛理ちゃんが、その子に対して抱えていた思いがあるように。その子もきっと、愛理ちゃんに何か思いを抱えてる。二人の間にできた、その思いのつながりは、簡単には消えたりしないと思うな。あ。愛理ちゃん、私もそう思うわ。え？だって、疎遠になってしまったお友達とも、またいつか仲良くお話しできる日が来るって、そう思えたら、すごく嬉しいもの。それにね、もし私と愛理ちゃんが何かのきっかけで距離ができちゃったとしても、私が愛理ちゃんに感じてる優しくて温かい気持ちはずっと消えないって思うの。たとえ忘れてしまったとしても必ず思い出すわ。だからきっと大丈夫よ。しずく。思いと同じで、誰かとのつながりも消えるわけじゃないか。そうね。私も信じてみようかしら。アイリちゃん。カイトさん、それにみんなも話を聞いてくれてありがとう。さっきの言葉、もう少し自分なりに考えてみるわ。どういたしまして。頑張ってね、愛理ちゃん。そうだろ？だから、きっと、友達とのつながりも、同じなんじゃないかなって思うんだ。愛理ちゃんが、その子に対して抱えていた思いがあるように。その子もきっと、愛理ちゃんに何か思いを抱えてる。二人の間にできた、その思いのつながりは、簡単には消えたりしないと思うな。そうね。きっと、そうなのよね。カイトさんの言う通り、思いは消えない。だって私も、歩みと離れたこと、
ずっと後悔してるもの。歩みに対する思いが消えていたら、きっとこの感情もなかったはずだわ。でも、それなら確かめてもいいのかしら。もし確かめることができたら、私たちの関係は変わるのかしら。また昔みたいに。え、あれって歩み？どうしてこんな時にこんな偶然。いえ、同じ格好なんだもの、すれ違うことくらいあるわよね。二人の間にできた、その思いのつながりは、簡単には消えたりしないと思うな。だって、疎遠になってしまったお友達とも、またいつか仲良くお話しできる日が来るって、そう思えたら、すごく嬉しいもの。それにね、もし私と愛梨ちゃんが何かのきっかけで距離ができちゃったとしても、私が愛梨ちゃんに感じてる優しくて温かい気持ちはずっと消えないって思うの。たとえ忘れてしまったとしても必ず思い出すわ。だからきっと大丈夫よ。あゆみ！久しぶりね。元気してた？それは、その、勢いで話しかけちゃったけど、何から話せばいいのかしら。その、最近どうしてるかなって。そうよね。変なこと聞いてごめんなさい。どうしよう。全然うまく言葉が出てこない。やっぱりもう、昔みたいには話せないのかしら。え？見てくれてたの？ありがとう、嬉しいわ。え？いえ、そんなことないけど、心配してくれてたのね。そうね、あの遠足の日からちょっとずつ距離が空いちゃって。ごめんなさい、それは本当に誤解なの。私は迷惑なんて思ってなかったわ。ただ、いい加減な約束をして、結局断るようなことになったらって思ったら、うまく言葉が出なくて。本当は、あの時からずっとみんなと一緒に遊んだり、話したりしたいなって思ってたのよ。
からのメッセージにもすごく元気をもらってたわ。それなのにちゃんと伝えないままになっちゃってて本当にごめんなさい。あゆみ、私も同じ気持ちよ。返事は遅くなっちゃうかもしれないけど、必ず返すから。それに、一緒に遊びにも行きましょう。また、昔みたいに。なんだか、すごく不思議な気分だわ。さっきまでは、やっぱりもう無理なんじゃないかって思ってたのに、こうして話しかけたら、こんなに簡単に、まだつながりが残ってるって確かめられた。ねえ、愛理ちゃんはあった？単位制に行ってクラスの友達とだんだん距離ができちゃったりしたこと。もしまたみのりから同じ質問をされたら、今度は私どう答えるかしら。単位制に行ったら友達とはある程度距離ができちゃうかもしれないけど、だからって全部が全部途切れてしまうわけじゃないわ。諦めたりしないで、大切な友達とのつながりを信じて、ほんの少し勇気を出してお互いの思いを確かめさえすれば、ちゃんと友達のままでいられるのね。あら、だいぶ早めに来たつもりだったけど、みんなもう揃ってたのね。うん。じゃあ早速だけど、ダンス練習始めようか。ああ、その前にちょっといいかしら。みのりと、それによかったらみんなにも聞いてほしいことがあるの。聞いてほしいこと？ええ、前にみのりと話した単位制のことよ。アイリー、もう聞いてたんだ。あ、私から相談したんだ。はるかちゃんと話したこと、もっと考えたいと思って。それで、アイリーちゃん、どんな話なの？ええ、みのりと話した後、私、なんだかちょっとモヤモヤしてて。みのりが単位制に来てくれるとして、もし本当に今の友達と距離ができちゃうようなことが起きたら、やっぱり嫌だなって思ったのよ。あ、それでカイトさんやしずくに相談したりして、私なりに単位制のことについて考えてみたの。おせっかいだってわかってるけど、私が感じたことだけでも伝えておきたくて。うん、聞かせてほしいな。ありがとう。私は最初、単位制に行ったら、ある程度友達と距離ができてしまうのは仕方がないって、そう思ってたんだけど、カイトさんに、人とのつながりは簡単に途切れたりしないって言われたの。カイトさんに？ええ。それで次の日、たまたま昔の友達を見かけて、声をかけてみたわ。それで
どうだったの？最初はお互い緊張してぎこちないところもあったけど、でも向こうも私ともっと話したかったって言ってくれて、お互いちゃんと友達でいたいって思ってたのが分かったわ。それで今はもうメッセージを交換したりして昔みたいに過ごせてるの。よかったわね、愛理ちゃん。ええ。それで思ったの、あの時みのりに言った言葉少し違ってたのかもって。単位制に行ったらきっと失うものもあるわ。友達と過ごす時間が減るのはどうしたって避けられないもの。それで離れる友達がいるかもしれないけど、でもそれを仕方ないって諦める必要もきっとないのよね。あのね、みのり。前と違う答えになっちゃうけど、あの時の質問もう一度答えさせて。友達とのつながりは簡単にはなくなったりしないわ。一度生まれた思いのつながりはきっとどこかに残ってる。もしかしたらちょっと見失うことはあるかもしれないけど、でも諦めないでお互いの思いをちゃんと伝え合えばきっと取り戻すこともできるんだって私は思ったの。愛理ちゃん。私が伝えたかったのはそれだけよ。そっか。ありがとう、愛理ちゃん。話を聞かせてくれて。実はね、あの後も私なりに愛理ちゃんとはるかちゃんに言われたことをずっと考えてたんだ。単位制のことを先生に聞いたり調べてみたりしてどうするのがいいんだろうって。それでね、自分なりに考えて答えを出したんだけど、愛理ちゃんの話を聞いて背中を押された気がする。え？だから決めたよ、私単位制に行く。みのり。そっか、みのりもそう決めたんだね。え、みのりちゃんもって。私も単位制に戻ることにしたんだ。やっぱりたくさんの人に希望を届けるためにはそれが一番いい方法だと思うから。はるかちゃん。うん、そうだよね。みんなでたくさんの人に希望を届けていこう。これで私たちは4人とも単位制になるってことね。みんなで単位制になったらこれまで以上に本格的にアイドル活動ができるようになるわ。その分毎日勉強と仕事で忙しくなるし、友達との関係も変わっていく。いろいろ問題も出てくるかもしれないけど、私たちなら大丈夫。愛理ちゃんどうしたの？なんでもないわ。それよりみのり、この間よりもなんだかしっかりした顔になったじゃない？うん、私もね、いっぱい考えたの。いっぱい。ねえみのりちゃん、もしよかったらその時のこと聞かせてもらえないかしら。え？確かにね、私も聞きたいわ。みのりの気持ちちゃんと知っておきたいもの。うん、わかった。はるかちゃんと愛理ちゃんから話を聞いて、あの後私ね、